ジェイウェイイネネイシンワールド。京セラテクノロジーカウンジ。Ay, はい、じゃあ最後行きましょう。えー、最後のテーマはキャリアを築くためにというね。テーマですけど。まあ、でも、何でしょう、オーブを立ち上げた時は。経営者としてのキャリアはなかったですからね。はい。でも、どっかで。その経験というのは。げついでいて。何かしら、その選手として培ってきたことを。多分経営でも。ね。 生かしているというのが今までの話で分かったんですけども、うん、なんか僕聞いてて思ったのはサッカーの競技という中での役割と例えばボランチとかねそういうポジションって経営に回ったときにあこれボランチっぽいなとか思ったりします？あ<ー>、うん、ありますね。うん、ただまあ僕は僕のスタイルの えとまあ、経営の手法になっていくんだろうなと思いますし、うん、まあただ、どちらにしてもですね例えば攻撃的な選手とかディフェンシブな選手いますよね。うん、でこの選手たちをう,うまく働いてもらうとか、うん、うまく能力を出してもらうために何をしなきゃいけないのかなっていうのは、まあ、ボランチも経営者も一緒だと思うので監督も一緒なんですよ。 よく、うん、あのオシムさんが言ってたんですけど、うん、試合が始まったら監督の仕事はもうほとんど終わってると<ー>私の仕事は選手たちをピッチに送り出すまでだとでもあのベンチの前出てきて大声でで叫んそれ何の時間なんですかって <laughs> <laughs> ただもう確かにそうなんですよ。だからこそ,そのまあボランチも一緒で。うん 展開を考えたてこういうポジショニング取っとこうとか僕が一番好きだったプレーは点が入る三つ四つ前のパスなんですよ自分がこういう展開したからこういう風な攻撃起きるだろうなって言ってそういう風に展開したりするんですあとはボールを奪うところですよね奪わないと攻撃できないじゃないですかなんかそんなところはちょっと似てるな経営と似てるなって思ったりしますね確かにねという 鈴木啓太先生ですけどもこれはね原田君、はいね、原田君はね太先生に聞きたかったこととして大学生が新卒社員として就職するという形道以外のキャリアをどう考えるかというのがあって、うん、結構今の話にもつながるというかだってサッカー選手が経営者になるってまっすぐじゃないじゃないですか。まっすぐがあるとしたら解説者とか、ねうんえー、少年たちにねサッカーを教えるとか。うんうん サッカーバーバというかそういうものっていうのが結構自然な流れだけど、うん、選手から社長になるのと大学生がね社員になる以外のことを考えるって結構近しいなと思うんですけどどう思いますその大学生が新卒社員として就職するるる以外のの道を考える時のどう考ええ時どうっていうまああれですよね就職するっていうのはそこの箱というか組織に属するわけですよね。うん、でその組織が何を してどんなことをしているのか、うん、そこに共感するから入るわけですよね、うん、きっとなので僕の場合はそのやりたいことの箱がなかったからまあ起業しましたし、うんうん、だからもしそのアスリートの腸内細菌を研究してるっていうところがあれば、うんうん、もしかしたらそこに就職してるかもしれないですね<ー><え>なかったわけですよね本当就職は手段ですよね。うん 要するにゴールがあってどんな道を行くのかどういうふうにやるのかだからその次のキャリアとか就職とか進学とか留学とか全て手段ですよねそのゴールをに行くための手段でしかないのでもうそれがないんだったら自分でやるか友達と一緒にやるか。 でもそれをやってるところがあるのであればその中でやることも一つだと思いますし、うん、ううあんまりあんまりこう就職とかなんか企業とか考えなくて、うん、やりたいことのところに近づけるための手段を選んだ方がいいですよね。原田くんあれだよね今大学1年生で、はいそうです。今やりたいことを探してる感じ？そうですね。うん、あの高校までずっとあのサッカーやってきてて、あそうなんだ。 あそうですまあでもそんな強豪校とかじゃなかったのでサッカー以外のこともずっと興味があって、うん、どんなことをやるかっていうのはまあ全然見つかってなくて、うん、単純になんか興味があっていろいろ調べてるって感じなので、うん、まあなんかこの先んだろういろな自分のやりたいことが見つかって多分突き進めるんじゃないかなって関恵太さんみたいになんか自分のやりたいことを探して。 それにも日常を持って人が集まってきてっていうのがまあ理想なんですけど、うん、人が集まってくるのかなっていうのはすごいあってり方ない中で、あうん、まあない中でまあこれかこれから先の中でなん,なんだろうあのやりたいことを見つけられたらいいなとは思うんですけど、うん、どうやってその腸内細菌と出会ったんですかその偶然な出会いっていうのはお話だと思うんですけど。 あめちゃくちゃ今僕喋りたい内容を質問してくれてありがとうございますっていう感じなんですけど、うんうん、実はですね、うん、あの僕は子どもの頃から母親に人間は腸が一番大事だよよっっててて言われて育ってきたんですよ、うんうん、小学校3年生ぐらいの時に「人間腸が一番大事だよ」って高校生ぐらいで腸内細菌のサプリメントを僕飲まされてたんですよ。うんうん で友達にはビタミンって言ってたんですね腸内細菌って言ったらなんかこいつ新しい宗教にはまっちゃったんじゃないかと思われるのが嫌だったんで,でそういうことがあったんですでもそれって自分のコンディショニングにもちろん活かしてましたけどまさかそんなこと仕事になるなんて思わないですよねだから僕はこれ言えるんですけど、うん、皆さんの中に今まで経験してきたことの中で やりたいこととかヒントになるようなサインっていうのは必ずあると思いますよ,よーく思い出してくださいいろんな母親の言葉でもいいですし先生の言葉でもいいですし友達のことでもいいですし自分の生きてきた人生の中にその先にやりたいことっていうのは必ずあるんですよなぜかと言ったら自分が想像できないことって仕事にできないですからだって新しいいきなり 雷まあそれはそれであの、ね、出会ったからよかったかもしれないですけど、うん、そんなのってなかなかないですよ。うん、自分がどっかの頭の隅に何かあったりして,、うん、して自分がそれを大切にしてるから、うん、自分がそれに気になってるからその話を聞いた時にビビッとくるわけですよだから皆さんの心の中に答えは本当はあるはずですやりたいことって。 ただそこにまだ気づけないだけかもしれないし、うん、まだそのエッセンスでしかないでもどっかで材料と出会って新しい料理が生まれるかもしれないですよねうん,うん、うんうん、いい言葉いただきましたね原田くんねありがとうございます、はい、じゃあね最後にええー、崎さんえっと質問じゃなくて宣言でもいいですよ <laughs> <laughs> サッカーやってんだよね,黒崎さんはねサッカーやってます。うん、で今アメリカにいたところが今コロナの影響もあって日本にいる状況というねそうです今、うん、はいコロナの影響で日本に帰ってきてます。うん、黒崎さんはあれですかサッカーの道を進むんですかえっと、うん、まあ一番の目標としては、うん、アメリカでプロになりたいんですけど<ー>でその あのー、私のシーズンが8月からラストのシーズン大学4年目のシーズンがスタートするんですけど、うんまあ、コロナの影響もあってアメリカは一応プロになるにはドラフト制とかなんですけど<ー>、まあ、ドラフトの枠が狭まるとかいろいろあのコロナの影響もあってそういう話が出てるんですけどその、まあ、鈴木選手はあのー、高校卒業してプロになると思うんですけどプロ お音声が途切れたな、うん、聞こえてるあごめんちょっとね一瞬途切れたあちょっと今も途切れてるなあ,あれどうしたんだろう回線がああああじゃあね一瞬黒崎さんね映像だけ切ってみて一瞬声だけでやりましょうか映像だけ切って声だけでやってみようか聞こえますか黒崎さん はい聞こえてます。はいちょっと今スムーズになったんでちょっと重複しちゃうかもしれないけど、はい、お願いします、はい、もう一回。ええっともしプロになれなかった時のことは考えられたりされましたか？<laughs> 考えてなさそうだけど聞いてみる。<laughs> <laughs> まずこの人は考えてないと思うけど <laughs> 聞いてみましょうか。<laughs> どうですか？あのー、周りから言われました。うんはい、あのー、<ー>慣れなかったらどうするのとか。 僕はもうなるって決めたんですよ <laughs> なるっていやこれ本当にななるっってて決めてなったんですよ、うんうん、これもうすんごく不思議な話で <laughs> みんななれないって言ったんですよ。何言ってんんだなんですよ、うんうん、で多分みんなもで聞いてるみんなも「いやいやいやそうは言っても」みたいな感じじゃないですか。うんうん、いや本当に僕の恩師も「うん、なれないお前は」と。うん 大学行きなさいと、うん、まあ確かに慣れないんだったら大学行くけど、うん、慣れないかどうか。なんてまだわかんなくねって。僕はずっと思ってたんですよ。うん、で。慣れたんですよ。うん、いやだからもうこれ僕の知ってる？答えは？うん、なるって決めるだけなんですよ。うん、で慣れないとするじゃないですか？仮にですよ。いや慣れると思うんですけど、慣れないとするじゃないですか？そしたら。 その時考えればよくないですか、うん、えだってなりたいんですよね、うん、なりたいんですよね慣れない不安を考えるよりも慣れなかった後に考えればよくないですか、うん、まだ長いですよ人生で慣れなかった時に本気で本気でなるって決めて慣れなかった時ってバーンって下がると思うんですよこのバーンって下がった時がチャンスと思ってください ここ這い上がったらすごんでかって言ったら高いジャンプする時ってしゃがみますよね、うん、もうそういうようなもんなんですよ、うん、だからなれないことを考える、うん、やれない理由を考えるじゃないですよなるんです、うん、その後考えてください、うん、でこれねもう一つ僕これあんまりこれね表であんま言えない話ですけど これラジオですけど、ね、大丈夫ですか。やばいですね。<laughs> じゃあ,あのディレクターハンドでね。いや,いやもういいんですよ。そういう前イおきですかここ。これだけのね話にしても思うかもしれないけど、あの僕もこの会社四、うんえー、年やってもうもうすぐ五年ですけど、うん、キャッシュアウト一ヶ月っていうところまで行ったんですね。わ結構な大変なことですね、はい。はい。キャッシュアウト一ヶ月ですよ。もう会社が潰れちゃうかもしれない。潰れると。うん いやもう僕の責任ですよね、うん、やばいじゃないですか、うん、でずっと1年ぐらい動いてたんですよ、うん、ずっと動いててこれやばい、うん、これ集まりそうもないかもやばいやばい半年4ヶ月、うん、3ヶ月どんどん事件爆弾が火、うん、が近づいてるわけですよ、うん、チーってでその時にもともと僕に出資してくれる人に相談したんですね、うんうん いやこれちょっともしかしたらもしかしたらやばいかもしれないですともちろん頑張りますけどいやでもお前ど最近どうなんだどういう精神状態なんだま不安ですよねいやもう本当に結構不安で寝れないんですよって話をしたらもう大丈夫だよって言われたんですよお前不安に思ってんのかと不安に思う時間があるってことだろうって言われたんですよ不安に思う時間があるんだったらその分実は行動できるよなと だから不安に思ってる時なもう全て行動を全部やってるのに無理だったら厳しいけど、うん、もしも不安に思ってるような状況の時間が結構あるんだったら、うん、その分行動に回したら、うん、今の状況から脱出できる可能性もあるでしょだから不安なんて先のことなんだから、うん、ダメだったらダメでその時は謝ればいいじゃん、うん、不安に思ってる時間もったいないから、うん、行動しろって。 まだまだいけるよって言われた瞬間に。そうかと、不安に思う時間あるんだと。だから、そういうことですよ。うん、もちろん未来のこと考えなきゃいけないですけど。うん、だけど、まだまだ。まだまだ大丈夫です。どうかな。か <laughs> なんて、これ気休めになっちゃうかもしれない。いや、でも、だから、答えとしては、この人は考えてないですよ。<laughs> その、ダメだった時のことは考えて、な、考えずに来てるし。 でもいざ考えるってなったらいくらでも考えられるってことですよねギアが変わればねだからまずはねチャレンジをしてみるのが良さそうですね黒崎さんねはいそうもちろんもちろんねコロナのこともあるんでねコロナのこともある難しい部分はありますけど大丈夫でもそこはどうにもならないことですもんねそうですそうそれはん。チャレンジしてみて結果的にコロナとかでどうにもならないことはねそれについても考えてもしょうがないですから次にね 住んだりとかっていうことだと思いますねなかなかこの人に直接そんなアドバイスもらえないですから <laughs> そんなことないですよいつでも言ってください <laughs> <laughs> はいというわけでゴヤ、えー、にわたって鈴木圭太先生にいろんなことをね聞きました、えー、もう終わりとなりますけども鈴木圭太先生ご自身の今後の目標をね最後にお聞きしたいですけどもはい えーまあ、私自身の目標、まあ、そして会社としての目標なんですけれどもやっぱり僕はサッカー界に育ててもらったそしてアスリートとしてやってきたっていうことがあるのでじゃこのアスリートのー社会的地位も上げていきたいですし、うん、そのアスリートのデータが一般の人に貢献できればいいなと。うん、でなんでそう思ったかっていうとアスリートって自分のためにやってきてるんですよ。 元々は、ね、自分が目標達成したい金メダル取りたい、うん、ワールドカップ出たい、うん、でももしそれが自分のためにやってきたことがもしも自分の家族の健康だったり応援してくれる人の健康地域町の人たちの健康に自分のデータ頑張ってきたことが伝えられたら、うん、それで貢献できたらこんないい世の中はないなと思っているので、うん、僕はアスリートと共にともに 世界の健康を変えるっていうことで活動しています、うん、皆さんも自分の強い思いそして、えー、これから社会を作っていく人たちだと思うので自分の夢とそして周りの人たちの幸せを考えて、えー、これからさらに成長していってほしいなと思います一緒に、えー、頑張りましょう、うん、ありがとうございますというわけで、えー 学生の方に今回8人ね。参加いただいた中での授業でございました。えじゃ、最後に池田先生にありがとうございました。で締めましょうか。はい。じゃあ、鈴木啓太先生ありがとうございました。